こんにちは、そらです。しなこんちゃん、こんにちは、しなこです。今回はしなこちゃんと2人でメイベリンの新作リップをほぼ全色紹介していくよ。ほぼだよ。なんとスタッフさんが同じ色を2色買っていたよ。買ってきたよ。で、足りなかったすごい大事な色人気そうな感じですね。人気そうな色ですね。 SRD の3番でございました。それ以外を紹介していきたいと思います。こちらパッケージがピンクの、見ながら濡れそうな感じ。あ、鏡になってますよね。ここでいける。あ、ここでいきます。あ、本当だ。じゃあですね、3月の16日に発売されたリップで、メイベリンニューヨーク史上初のシャインカラーオイルが処方されておりまして、ツヤと発色が一塗りで叶うリップスティックになっております。では早速、もう腕に塗ってありますので。あ、さすがですね。こちらもご覧ください。こんな感じ。なんかもうツヤ感がね、すごい綺麗だし、あとカラーバリエーションもね、使いやすい色ばっかりですね。こちらは本当に発色がすごくいいですね、うん、なのにツヤもあるという。これ気になってたのよ。うん、あ、知ってたの。さすがですね。3色ずつピックアップしまして、私がこの SNU の15番と SOR の05番と、あと SRD01 番、これを塗っていきたいと思います。で、しなこちゃんが SPK の19番と SRD の04番と SRD の18番がちょっとなんかチョコレートみたいな色で気になったので、うん、ね、塗ってみたいと思います。はい、これなんか塗ってるイメージない。なんかいつもピンクって感じ。あ、そうです、濃いピンク気になる。やっていきたいと思います。はい。あ、美容系っぽい。ぽい。やったー、佐賀さんと美容系だ。イエーイ。私が SNU の15番、私は SRD の04番を塗ります。ふー、すごい、めっちゃ濃い色が、ツヤ、唇がカサカサなんだけど全然だわ。え、すごい、これてる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 、本当に一塗りで色つきますね、うん、これ。おお。あ、すごい。すごい。可愛い。あ、そうですか。うん。嬉しい。なんか赤の発色いいのはもちろんなんですけど、このベージュピンクの発色もすごい良くて。うん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 。これぜひ20代後半とか、私と同じ世代の人に使ってほしい。次、SOR の05番と SPK の19番を塗ります。わお、わお、わおだよこれ。しなこちゃんが今日つけてたやつみたい。似てますね、うん、ちょっと。そらさんとメールでコスメやるの初ですよ、私と。あ、そっか。え、じゃないですか。だってこんなにスムーズにいったことないもん。メールっていう意味でこの紹介が。メイクとかやってなかった？メイクはしたじゃん。しなこメイク。あー、え。デビューが初めてです。ああ、確かに確かに。純粋なやつね。なんかすごくないですか？ハロウィン？ハロウィン、これ、あれ、チョコじゃない、チョコのやつじゃないですよ。あ、そうなんだ。普通のコンコン。濃い赤みたいな。濃い赤みたいな感じの。大人になった。うん。サラさん、すごい。肌。ピンクパステルみたいな感じ。良い。良きですね。良き良き。それ塗り心地めっちゃいいですね。うん、カサカサでも全然いけます、うん、次こちら SRD の01番と SRD の18番のこのチョコレートみたいな色を塗ります。イエーイ、これ超真っ赤。うわー、いい ね。え、これいい、いい感じですか、うん、これめっちゃ可愛いです。あー、いいですね、うん、茶色、マジでチョコレート、チョコ食べたのかなみたいな。ポッキー10本ぐらいこう、うん、やってましたけどね。やってましたけど、ね、音がポッキーの音じゃない。なんかパキパキパキとかじゃなくて、なんかそも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 って音がした。やってましたけどね。やってましたけど、私が塗るとそうですね。まあ、ただこういうメイクとかも落ち着いた感じの方なら似合うんですかね、うんうん、いいと思う。でも色的になんか秋冬って感じする。うん、落ち着いてますね、うん、秋冬にこのカラー使ったらもうツヤもあるし、うんうん、色味的にもね
良さそう。うーん、だから私が塗るとちょっとチョコレートを食べたそうね、ファッションとかもあるからそうですね、ヘアスタイルとかね、そういうのありますからね今塗った3色だとこれが一番合ってる感じします、ね、うん、これ一番いいと思う、本当、はい、ありがとう、合ってます。私はこれどうですか、一番最初のやつかな、 SRD04 番、うん、これね、この、この色、あ、多分これが一番似合うと思うけどね、 SOR05 番とか似合いそう、まあ、今回挑戦ということでね、ちょっと気になったから、そうそう、強めの3色をピックアップして塗ってみた塗ってみたって感じですね。こうやってレビューすればいいのか、せやで学びましたはい、ということで、新作のリップスティックぜひ気になった方はチェックしてみてください。はい、今日の動画はここまでです。明日の動画はこちら。みんなでチーズ丼。